皆さんこんにちは、こんばんは。今回は100均キャンドゥの新商品と、あとは人気のネイル商品ですね、こちらを購入しましたのでご紹介していきたいと思います。で、まずはこちらの3点、ノートとあとはスケジュールノートですね、ご紹介していくんですが、こちらは新商品になるようですね。で、早速こちらのスケジュールノートの方からご紹介するんですが、こちらは黒字にね、白の、まあ、英字がいろいろ書かれてるスケジュールノート。2016ダイアリー、英語ファミリー&ワーキング、4月始まりとなってます。で、月曜始まりとなってまして、まあ、2016年の4月から2017年の5月までと。で、年間一覧、年間スケジュール、マンスリー、お付き合いの記録、メモ、括弧経線となってますね。色分けスペースで予定を書き分けられるというふうに書かれてます。で、裏を見ますと、こちらは SJI6179 というのが品番かな。ダイアリー2016英語ファミリー&ワーキング 64P 4月始まり英字というふうになってます。サイズが 212×149mm、 材質が本体が紙、カバーがポリ塩化ビニール樹脂と。で、あとはまあ、使用上の注意みたいなことが書かれてあって、まあ、メーカーがシナプスジャパンというところですかね。で、京都の会社になるようですね。で、アップにしてみると、こんな感じになりますね、表紙は。黒字に、まあ、英語でいろいろ書かれてますね、白の文字で。で、後ろも、こんな感じですね。ざーっとこう流して見ていくと、こういったデザインが最近増えてますよね。で、まあこちらはね、まあ、全体広げてみるとこんな感じの印象になりますね。いかがですかね。まあ、最近のトレンドっぽくていいんじゃないですかね。いろんな種類がありますので、他もね、皆さん見ていただければと思います。で、中を見ていきますと、まあ、このようにね、ファミリー&ワーキング、2016年4月から2017年5月まで。で、次のページ見ますと、まあ、2016年の年間カレンダーですね。2017年のカレンダーが、まあ、ついてますね。で、月曜始まりで日曜終わり。まあ、お仕事用ということなんでね、こんな感じになってるんでしょうね。月曜始まりはちょっといいですね。で、こちらは2017年。アップにしてみると、こんな感じになってますね。で、まあ、法改正とかでね、祝日、休日が一部変更になる場合がありますという注意書きもね、ちゃんと書かれてます。で、次は、2016年と2017年の計画表ですね。年間計画表のような感じですね。こうざーっと書ける感じですね。で、まあこちらは水色が土曜日。で、まあオレンジなのかな。これは日曜と祝日になっていて分かりやすくなってますね。で、その次が、まあ、2016年4月からはこんな感じで普通のね、1週間のスケジュール帳ですね。2016年4月こちらから見ていきますけれども、まあ、月曜始まりで最後は日曜まで、で土日はちょっと大きめの枠になってますね、他のものに比べると。で、まあ、右上に今月の目標なんかが書かれてまして、その下に、まあ、メモとかね、ちょっと書けるような欄がありますね。で、まあ、右下に前の月、次の月のカレンダーもついてます。で、全部カラー印刷なので見やすいですね、すごく。で、あとはこういう風にね、まあ、段が違う色になってるので、ご家族で使えるっていう感じですね。家族のスケジュールが把握しやすいと。
で、まあ、その次はお付き合いの記録いただいたものの、まあ、項目とかね、いろいろ書けるようになってますね。こんな感じで。で、その次のページが差し上げたものとかね、送り先とか、こちらもいろんな項目が書けるようになってますね。そして右下、お付き合いの参考金額というのが書かれてまして、まあね、結婚の時とか、お香典とか、出産祝いとか、病気見舞いとか、まあ、そのね、個人の関係性によってお値段とか違いますからね。そういうのの目安になるものが書かれてますね。これいいですね。で、全体見るとこんな感じの雰囲気になってますね。そしてその次は普通の罫線が引かれた何も書いてない状態のノートが出てきますね。で、こちらはまあだいたい半分弱ぐらいですかね、全体の罫線が引かれてるものはね、そんな感じでした。まあ、他にもいろんな種類ありますので、まあ、店頭で見ていただければと思います。で、次はこちらですね。クラフト紙のノートなんですけれども、3冊セットのものですね。こちらをご紹介していきたいと思います。で、まず、アップにして見ていきますと、インスタにクラフトデザインノートブック3パックスと書かれてますけれども、銅柄3冊入り、A6 クラフトデザインノート26枚3冊パックで、まあ、京和さんというところがメーカーさん。で、まあ、こちらも品番とかは全部同じですね。なので、アソートみたいな感じで出てるんですかね。25-610というのが品番なんですかね。では、まあ、こちらはね、まあ、デリシャスジュースと書かれたこちらから開封していきたいと思います。で、まあ、開封しますとこんな感じの表紙がクラフト紙になっている、まあ、小さなノートがね出てきます。裏は京和と書かれてるだけですけれども、中もシンプルな罫線だけのノートになりますね。で、まあこれクラフト紙がね、私あまり得意ではなくて、夏場とかちょっと汗吸ってふにゃふにゃになっちゃったりするんでね。まあこれは、知人とかに、まあ、メモ書いた時とかにさっとあげてしまおうかなと思って購入しました。まあ話のネタとかにもなりますからね。で、次はこちらのデザインですね。先ほどのものよりもちょっとにぎやかな。こちらも開封してみますと、まあ、こんな感じですね。同じ柄、まあ、交互に入れられてますけれども、まあ、こんな感じのね、最近っぽい感じのデザインで、中は真っ白と罫線が引かれてるだけで、裏は京和さんのねロゴが入ってるだけ、そんな感じでしたね。で、まあこちらと先ほどのもの、まあ、いずれもねちょっとまあ話のネタにしながら差し上げようかなと思ってます。で、次にご紹介するのがこちらのステッカーセットですね。アミファさん、バレンタインの時期なのでね。で、大きいの15枚小さいの15枚で、各5枚入りで30枚入ってますと。で、まあこちらは2種類ですね、買いました。アミファさんですね、おなじみのステッカーセットですね。で、裏を見ますと、ラッピングやフード面に使いやすいステッカーセットですというふうに書かれていて、いろんな用途書かれています。あとは商品名、ステッカーセット 30P for you and thank you というふうに書かれてますけれども、その下にサイズとかがね、こう大きいのと小さいののサイズがそれぞれ書かれてる感じですね。
で、まあサイズはまあ下の方、コメント欄に詳細書いておきますので、後でお読みになってください。で、材質はパルプ。あとはそうですね、アミファさんがメーカーで、まあ、実際にこちら開封していきましょうかね。で、開封しますとこのように、こちらはハート型のね、フォーユーと書かれたシールが、3色のシールが出てきますね。ピンクと紫と、あとは黄色になりますけれども、私はね、このピンクと紫を使うと思うんですけど、黄色はちょっとね、マスタードカラーに近いのであまり好きではないので、こちらは使わないかな。そんな感じでしたね。これなんか違う色だったらよかったなと思いますね、水色とか。で、次はこちらですね。開封していきたいと思います。こちらはビスケット型っていうんですかね、ここ周りがこうなみなみな感じのシールですけどもね、サンキューと書かれているものです。それぞれ5枚ずつ入ってますけれども、色はこんな感じ。私はね、黄色を使わないので、こちらもピンクと黄緑を使おうかなと思ってますね。本当はこの3色が良かったですね、ピンクと紫と黄緑がね、私的にはですけどね。でも可愛いですね、春らしくて。そして次にご紹介するのがこちらのネイルグッズですね。こちらは新商品ではないものの方がほとんどですけれども、人気商品なのでご紹介することにしましたね。で、まずは剥がせるベースコート、こちらの方からご紹介しますけれども、まあ、昨年ね、このピールオフマニキュアっていうんですかね、これが発売されまして、人気が高くてそろそろ出るかなと思ったら案の定出ましたね、剥がせるベースコートね。これすごく私は待ち望んでましたね。いろんな色を使いたいので、リムバフ用のベースコート、マニキュアの前に塗るピールオフベースコート、ファンデーネイルやラメネイルにというふうに書かれてますね。これ便利だと思いますね。使えるか、これから試してみますけれども。で、こちらはクレヨンタッチミーのシリーズですね、おなじみので、まあ落としにくいラメネイルのオフも楽ちんということでね、剥がすだけなんて。販売名が TM ピールオフベースコートで、 CTC1505 というのが品番ですかね。で、発売元が株式会社クーザさん、製造販売元がラッキートレンディさんで、こちらおなじみですね。あとは台湾製ということで、まあこちらは使っていきたいですね。こちらは新商品なのかな。で、次はこちらの、まあ昨年からありますピールオフマニキュアですね、書かれているものになりますけれども、こちらは3色購入させていただきました。で、裏を見ていきますと、 TM ピールオフマニキュアですね、ミルキーブルーのタイプ、TMPO1502、 そしてこちらの紫が、まあ、ラベンダー、そしてこちらはグレーのタイプになりますね。で、これはまあ先ほどとメーカーさん同じですね。で、グレーが非常に人気がありますね、やっぱりね、おしゃれな感じに見えるということでね。まあ、ですがこれからは春なのでね、こっちの色の方が使われることが多いんじゃないですかね。私はこの水色を一番多用するんじゃないかなと個人的には思ってますね。実際になってみないとちょっとね、わかりませんけれども、こちらの紫も綺麗なんじゃないですかね。このラベンダーから春にとっても良さそうですよね。そして次はこちらの新商品になりますけれども、リキュールネイルと書かれてるものですね。
こちらもね、シュガーネイルなんかと同じで小さな瓶に入ったものですけれども、まあ TMLN1604 のリキュールネイルのディープブルーというタイプと、それから TMLN1505 の TM リキュールネイルのフローズンというタイプですね。こちらは先ほどとメーカーが同じラッキートレンディーさんとクーザさんのコンビですね。まあ、決まってるんでしょうね、だいたいね100均ごとにメーカーさんがね。でこちらは透明なので、実際に塗ってみないとどれぐらいの透明度なのかわからないので置いといて、で最後にご紹介するのがこちらのホイールネイルですね。こちらも昨年から販売されてますけれども、今回はこのタイプを購入させていただきました。プリズムというタイプですね。 CNH1504 で、こちらもラッキートレンディさんとクーザさんのコンビのものですね。でこちらはね、私単色のものシルバーとゴールド使ったんですけど、すごく汚い感じになっちゃったんですよね、うまくできなくて。なのでちょっとこれでもう一回やり直してみたいと思ってますね。まあ、そんなわけで駆け足でご紹介してきましたけれども、まあ、ネイルに関してはね、実際に塗ったものとか時間があれば動画を撮影して編集してアップしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。